どうもこんにちは宣伝部長の小市です。今日は日本アカデミー賞お前もかってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、第46回日本アカデミー賞の、ね、優秀賞受賞が発表されましたよということなので、これはこれでちょっと後でご紹介するんですけども、これがね、まあ、3月10日に行われるということで、 で、まあ、ここにですね、あのいわゆるこう今、キンプリ騒動でいろいろ問題が噴出しているジャニーズ事務所のタレントが多いので、まあ、ご利用し多いんじゃねえか問題っていうのが今、取り沙汰されているという、まあ、そんな状況ですね。はい、まあ、という感じなんで。 だからそもそもですけどやっぱ世の中の賞にはですねお金を払ったら取れるみたいな賞が世の中には5万とあってですねただある程度権威があるものについて言うと、まあ、業界によると思うんですよよると思うんですけど基本的には実力勝負だったり要はなんかほら本なんかでも芥川賞とかいろいろありますよねまあそういうのから始まって要はなんかお金でもらえちゃう賞みたいなやつは <laughs> あって。 たりとか、まあその出版社主催だとすると出版社がもう押すのがもう決まっててその人に取らせるためとか、まあ、いろんな話が漏れ出てますけどさすがに芥川賞とかそういうトップなやつに関して言うと、まあ、それは一応なんかほら審査員の目線があるから全てフェアとは言えないけど、まあ、ちゃんと選んでますよということだと思うんですよね。だけど ああのレコード大賞なんかで言うと音楽業界で言うとまあトップの賞っていうのはおそらく日本で言うとレコード大賞とかになると思うんですけどまあそれなんかはもう,なんかもうすでにもうみんなねあれがもう実力じゃないよねみたいなのが一般化してると思うんですけどまあその発覚の原因になったのはまあエグザイルですねエグザイルがお金払ったっていう領収書1億円を。 まあ、スフォーさんっていう、まあ、いわゆる芸能界のことみたいな人にお金が支払われたんじゃないかっていうのがまあ一応それがね、あのー、一応そういう領収書が出てきたんで払ったんじゃねえか問題っていうのが、まあ、紛失したんですよねでその前からそもそも何かこう批判はあったわけですよねなんでこいつが何でこいつが <laughs> みたいなのは今あってそうだからそのなかなかねその 明らかにこうよ米津さんとかですねな,なんていうんだその年のもう絶対こいつだろうみたいな時あぶっちぎりでそこはさすがにやんないと思うんですけどまあだいたいそのそこまでぶっちぎりじゃなかった場合にまあそういうとこに、ま、なんていうんだろうなショーが回っていく現象みたいなのがあって。 あれがねなんか、まあ、どういうお金なのかっていうのはちょっとわかんないところであるんですけど要はまあ新参者なんで俺たちが作ったその賞に入ってきてまあ,あの要するに賞を取っていくんだったらお金をめ見始めろぐらいの感じで払えっていう感じなのか、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、よくわかんないその業界の裏の論理によって決まったんじゃないかっていうふうにまあ 割と思われてるんじ私はだかそのその以前から何なんだろうこれと思って見,見なくなっちゃった記憶があるんでそう、まあ、そんなことやってたらまあどんどんその賞の価値が落ちるって感じでまあみんな見なくなるっていうか権威がなくなっていくんですよねはい、まあ、それ以外もなんか流行語大賞なんてもう今や露骨すぎますけどあの今年のっていうか20年2022年の流行語大賞がなんで村神様でしたっけ なんかその <laughs> 野球なんてまあ野球なんてしたら怒られるかでも一部の人しか見てないスポーツですよあれがね。そう だからまあせめてなんかワールドカップは一応それだけかなり盛り上がったんでまあそこから選ぶとかでもいいですけど基本的にスポーツから出てくるって今のご時世ね大体そのみんな見てない場合が多いのでワールドカップですらやっぱ興味ない人ほとんど見てないですねでやっぱ流行語対象って言われると世の中のやっぱり8割9割ぐらいがある程度認知してないとおかしくてそれじゃなきゃゆ流行語って言えないと思うんですよねで多分ですけどなんか ガーシーさんとか全然入ってませんでしたけどじゃあガーシーさんそのな野球の村上さんとガーシーさんの知名度を調査した方がいいと思うんですよどっちが高いんとかみたいなね場合でもあったりとかして、まあ、とにかく賞の価値が下がってる,ってる中じゃあアカデミー賞はどうなんでしょうねっていう話をね今日はちょっとやっていきたいというふうに思います。 はいでこちら、えー、日刊現代さんの記事になりますけども、ジャニーズのごリ押しで日本アカデミー賞兼出位でレコード大賞と同じ末路をたどるのかみたいな、そういう記事ですね。で、日本アカデミー賞のノミネートがまあ発表されたということで、中でも多くの話題を集めたのが、ジャニーズ最高のノミネートだってことですね。で、えー、っとまず、ラーゲリより愛を込めてで、二宮和也さん、これが主演男優賞ですね。はい ではいでまあ、それ以外にも、まあえー、と有岡さんとか松村さんとか目黒さんそれぞれが、えー、新人俳優賞にノミ,ノミネートされたっていう感じですよね。はい、で、えー、と目黒は優秀助演男優賞にもノミネートされネットでは。 最近ジャニーズでも演技力あるなと思う人たちはいるが今回は忖度としても思われても仕方ないのではとパワー持ってるとこばっかりに賞を取らせると日本のレコ,日本レコード大賞みたいに衰弱していくよということですねはいジャニーズタレントにノミネートが集中したことに疑念を抱く声が上がってたっていうことですねはいまあ私のまあ個人的な,なんか 感想というかそもそもあんまりそのジャニーズ事務所ってなんかここにあんまり出たがってないイメージがあったんですけどねだからま逆に言うとなんかほら二宮さんとか岡田さんとか、まあ、そういう演技派みたいな人がまあ出てきて、まあ、だからこそ目立つみたいな感じになってて木村拓哉さんとかはまあこうなんか辞退したとかそんな話も聞いたことありますけどはい。 時は武士の一文で優秀,主演あ優秀主演男優賞にノミネートされていた木村拓哉さんが辞退するなどということで候補者を何人か選びその中から大賞やグランプリ獲得者を決める形式の賞レースへの参加から一定期間距離を置いてきましたってことなんですよね。これがまあちょっと理由がよく分かんなかったんですよね。まあ、なんでみたいなあのか悪いからみたいな1位になれなかったらか悪,悪いからってことなんですかね。 でえー、そのジャニーズが初めてアカデミー賞を受賞したのは15年に、まあ、岡田あ A のロで,で最優秀上演男優賞2部門を、ね、制した岡田純一さんですねそれを機に、まあ、一気に出てくって感じになるって感じですねで、えー、今回は「ラーゲリーより愛を込めて」の評価が高く上演に安田さんジャニーズなら中島健人さんがノミネートされないのおかしいという声が多いようですと。 いうことですねで月の満ち欠きは俳優陣の評価はいいものの、まあ、ストーリー自体あまり評価が高くなくホリックはあまり話題にすらならなかった。で映画ファンは目が肥えているので納得してない人も多いのでしょうっていう感じですね。まあ音楽の場合はある程度勢いでとか話題性とかっていうところでまあ乗り切ったとしても、まあ、映画ファンっていうのはそもそもが うるさいか。うる,い <laughs> うるさいってかまあ大好きな人多いですからね。で、分析好きの人も多いし、なおかつ、今のこのネット自体もめちゃくちゃいっぱい書く人も多いから、まあそういった意味において、まあ、このご時世でご利用しとかやったら目立つよねって話じゃないですかね。で、アカデミー賞協会としても、えー、っと、ジャニーズファンを手っ取り早く借り出したい理由があるようだってことなんですけど、ちょっとその前にですね、 ちょっとね、えっと、こちらは日本アカデミー賞のサイトですけど、まあ、一応これがね、優秀作品表賞で、まあ、いろんな作品が入ってますと、5作品ですね。はい。で、えっと、関係しそうなところは、まずですね、優秀主演男優賞か。優秀主演男優賞で、あ、消えちゃった。で、二宮さんですね、が、まず一人入ってますと。それから、優秀助演男優賞か。いや、で、 えーとここで目黒蓮さん、スノーマンの目黒ンさんが入っていて、で、さらに、えー、と新人俳優賞かのところで、まあ、さまざま入ってるんですけど、ここで有岡さんが入ってると、あと、ここか、松村さんが入ってます。で、目黒さんということで、まあ、新人が特にちょっと多い感じですか、1、2、3っていうことなんで、 まあ、何人だろう ?1、2、3、4、5、6、7、8分の3っていうことでね、まあまあ多いですよね。だから、まあ、事務所的で言うと、大体でも俳優専門のね、事務所とか、もっと俳優専門の事務所めちゃくちゃでかいところもあったりするから、ある種、まあ確かに多いよねっていうのは、まあわかるような感じですかね。特に新人のところに。はい。っていう感じなんですけど。で、えー、っと、まあ一応そういうのを踏まえた上で、 えー、受賞式はチケットが販売されるので集客のために人気がある人を受賞させたいという主催者の本音はあると思いますと。で今年のチケットは4万1000とファンにとって同じ空間で推しの晴れ姿は見られる金額としては安いと思うでしょうってことでこれなんかね私も今回見て初めて知ったんですけどなんかお金で買えるお金,お金で買えるって変なんかどっかに書いてあってそうそうそうあのこれだ。 えとプ,レプレミアムグッズ付き観戦チケットっていうのがねすごいよねって感じでこれが4万1000円で売られてますとなんかお金はいくら払っても入れないところだと思ってたんでちょっと驚いたんですけどまあまあまあタレントさんたちの席のさらに後ろの方で見れるって感じですかねなんかこういうのを見るとちょっと行きたくなりますけどねいい,いいイベントですよねはい。<laughs> <laughs> そう。ということでまあ4万って今安いのかなご飯付きだったらまあまあ別にそんなに高いとは思えないですけどねまあまあっていうことみたいですけどまあそれが売りたいからだっていうんですけどそんなになんかこう別になんかお金を儲けるための団体っていうのは権威をつける団体でまあ別にそれを売るためにジャニーズを入れるか ってなななっっちゃううと、まあ、それはなんんかかか本末転倒っていうかねねですよ経、ね、緯を金で売り出したらもう終わっちゃうって話ででただアカデミー賞は本来映画業界全体を盛り上げるためのものということであまりにパワーバランスを感じさせるノミネートが続けばアカデミー賞ノミネートは本当に実力勝負なのかと詐欺師に駆られる人が増えるかもしれない。 でそれで権威が低迷した日本レコードの対日本レコード大賞の例があるってことでジャニーズ事務所が賞ーレースに参加することで疑惑の目が向き賞の価値が下がったり皮肉だろうっていうことですねはいで3月10日なまあファンが納得する結果となるのかということですねまあそもそもですけどジャニーズ事務所としてもそういう目線で見られるのが嫌だから出てないとかっていうのも多分あったんじゃないかな って思うんですけど、ね、まあ世の中の、まあ、木村さんがだからいろいろね評価されてた時と何て言うんだろうなこう,もうそもそもアイドルさんってアイドルだけやってるみたいなまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどなんか今みたいにそんなに市民権を得てなかった。 だと思うんですよねただスマップさんがテレビに出だしてコントやったりとかアイドルがコントやるなんてとかあるいは俳優やってもアイドルがそのやんのかっていうのも全部、まあ、木村拓哉さんの活躍とかスマップメンバーさんの活躍とか、まあ、それ以外もたくさんいろんな才能ある人が出てきてであそれアイドルとか関係なしにあのやっぱり演技がいい人はいいんだみたいな感じでかつなんとなくジャニーズ事務所の タレントの中に演技の上手い人多いよねみたいななんとなくそういうブランドになってた結果今出やすくなってるからまあ出てるんだと思うんですけどそれが一周回ってご利用しに見られるみたいな、うん、状況になってるんでまあどうなんでしょうねって感じでまあこの辺はどっちなんでしょうね私にはわ分からんって感じですけどね、まあ、ここにも見えない忖度みたいなのが働いていてジャニーズタレントだからまあ,あの選んだんだみたいな話になってくるとちょっと あとそれは本末転倒どころかあのアカデミー賞のブランド価値が落ちますよね。なんかそうどっちかって言ったら今の時代ってそういうことをやらないようにやらないように苦労しなきゃいけない時代だと思うんですけどね。 まあ、という形で。まあ、だから、ひょっとしたら、なんか、ほら、海外ね、いろんなね、映画のショーとかもいろいろ言われたりするんで、あの、フェ、フェ、なんて言うんだろう、こう、審査の過程みたいなことを、まあ、オープンにするとか、審査の仕組みですね、が、フェアになってるとか、まあ、そういう形にしないと、なんか、最近、なんか、その、事務所側の問題っていうよりも、 例えばファンが押し上げたいって思うとそれなりにやっぱファンの母数が多いからそれで今のこう SNS 自体のいろんなテクニックを使って数字を押し上げるってことができちゃうわけですよだからでもそれとまあ、それはそれですごい立派なことっていうのかなファン活動としては立派でありつつなんかあんまりこう本当のこう なんていうの実力評価しなきゃいけないとこにそういうなんていうんだな数字みたいなのが乗っかってった時にそれフェアなんですかってやっぱ見られがちなので、まあ、いろんなフィルターを外してねみ,みんなが選べればいいんじゃないかなって思うんですよねだから別にあのそもそも有能なタレントさんが多くて選ばれてるんだったらそれは実力だからいいと思うし、まあ、逆にジャニーズにそんなに占拠されるぐらいだったら他の俳優さんもっと頑張れよっていう形になると思うんですけど まあよくわかんない、こう、忖度とか、あるいは、本当にチケット売りたいから増やしてるみたいな <laughs>、あるいは話題が欲しいから人気のタレントさん入れるんだみたいなことやってると、まあ、間違いなく権威が下がるので、アカデミー賞自身の、なんだ価値が下がっちゃうっていうことで、あの、もったいないですけどね、と私は思いますけど、はい。だから、まあ、難しいですよね。なんか、その、映画でも、ヒットするのが正義なのか、 クローとファンが好む映画を作るのがいわゆる今までになかった視点だとかですねこういう展開はありえないとかなんかこう何て言うんだうなこうヒットってなんかこうヒットする作品ってまああんまり新しいことやらないじゃないですか基本的にだからあの映画でもよく言われるのは最初の1がねめちゃくちゃ あのシ,シーズン1っていうか1つ映画出してそれ当たったからじゃあ次2とか3作ると1よりも2とか3の方がめちゃくちゃ興行成績は良くなるんだけど作品としてはやっぱちょっと薄めた感じになるんでつまんなくなるとまあ最初から3部作とかって考えてたら別なんですけどあのなんか1つ目当たったからちょっと。 ねえもう一個いってみようみたいな感じでやっていくとどんどん薄まってまあ3ぐらいになるとちょっともうこれ以上やれないよねみたいな <laughs> のはあったりするわけですけどまあいずれにしてもですねなんか 世の中やっぱりフェアが求められる時代だしまあその仮にこれが一生懸命今回ねあの普通にあの審査員がフェアに選んだんだとしてもまあそういうふうに映ってないってなっちゃうとじゃあその選び方とか選び方の仕組みがやっぱおかしいんじゃないかとかまあそういうのを推し進めていったりあるいは何かこう公開できるものをバンバン公開していくとかねそういろんな人の意見を聞きながら変えられるところは変えていかないとまあ何て言うんでしょうね権威ってね もう持とうと思ってもなかなか持てないですからね。歴史を積み重ねていって、そこで、まあいろんな先人たちが積み上げていったものに、石をさらにもう一個乗っける作業ですよね。だからそこに緊張感も当然なきゃいけないし、選ぶ人も選ばれる人もね。はい。という形なんで、ただ崩れるのは早いですよ。もう腐ったら終わるっていう感じでね。はい。まあそんなようなお話ですかね。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。